どうもなおちんです。さあ今日も夜回り3続きやっていきましょう。今日はこの中だね、ボロボロのお屋敷です。行ってみましょう。どんな感じ、ああお寺かなんかかと思ったら、や今動かんかった、気のせい。大丈夫ね、行きましょう。あ、扉。いやー、やっぱり鍵があるんだね。もう何？入れってことだね。こけし屋敷だな、ここは。こけしとか、あ、なんかここ、床落ちない。大丈夫？しまった。何もないな。これ？人形があって通れない。あ、そうだよね。立派な鎧の人形だけど、なんだかところどころ欠けてる。ああ、それを、こっから集めてこいっていうことね。あった！これで、全部揃ったかな？わあ、なに？お、びっくりした。おー、人形が降ってきただけだった。よし、返します。そうするとこれが横に動いてくれるのかい。おお、横じゃなくて前に来たね。よし、おお、閉まったよ。あ、おお、ついた。なんかいるな。なんかいるんでしょ、どうせ。え、開かないの？首が落ちた。おーい！なんだ？あー、いた。あー、よかった。次はどんな仕掛けがある？お！君は一体何者なんだい？何の声？うん、この人形だけなんかね、雰囲気違うんだよな。なんかあるな、これ。とりあえず、入れそうなところから入っていこうか。また？なんかありそう。気のせいか。考えすぎか。おお！消えた。バーン！追いかけてくる？あ、違う。なんだろうね。これに返すと、どうなる？お、なんかくれた。あ、鍵？屋敷の鍵を拾った。あ、この上だ。ここだね。あるある、屋敷の鍵。よし、あら、女の子がいた。え、何落としたの？
この女の子も人形かな。人形だ。おお。なんだいそれ。あ、なんか持っていった。皿が、お、なに危ない、あいつ危ない。よし、ここに行けばいいんだな。よし、え、うん、さっき言ったよ。なんもない。どこ？ベッドルームの方か。いた。あ、落ちてる。そろそろ終わりにしてくれよ。まだなの？おお、危ない。分かってる分かってる分かってるって。ああ、壊れた、壊れちゃった。そうだよ、遊びたかっただけだ。あ、思い出発見。しおり？クローバーのしおりだ。え、ボスかなんか。おい、ちょっと待って。あれ、危ない。どこ行けってこと？ちょっと待って。待て！待てって！あっぶな、ギリギリ。ちょっと待て、早いって。意外と早いよ、お前。早いって。ちょっと待て、むちゃくちゃ早いじゃん。待ってって、早すぎ、スタミナが全然持たんって。もう、おいこれ分かった、もうこれ立ち止まっちゃダメなんだ。立ち止まらずに、もうとにかく最短で外に出ろってことね。やめてくれ。早いよお前。どっち、こっちか、こっちか。あ、こっちだ。上だ。間に合え。よし。早いって。早すぎる。よし。よし。いや、追いつかれる。どっち？上？こっち？こっちでいい？わー、ちょっと待って。よし、うまいこと はめてやる、はめてやる。うまいことはめればこっちのもんだ。よし、もう少し、キャーじゃないよ。よし、まだ来るの？まだ来るか。よし、そのテーブルのところにはまれ。あー、早い。よし、もう少し。ということで、今日は人形屋敷クリアしました。ではまた次もやっていきます。よろしくお願いします。
では、ご視聴ありがとうございました。